はーい、どうも、ナナトだよ。今回はガチヤグラのクローズアップおすすめギアを、紹介していきたいと思います。これは自分が考えたおすすめギアです。一応この昨日の配信でこのギア使ってかなり良かったので、まあ、このギアの使い方っていうか強さをちょっと最初に説明して、昨日の配信で良かった試合をこの後ガチマッチで流したいと思います。はい。で、左から説明していくんだけど、まあ、このギアはまあ、クローズアップ、どこのステージでもよく、どのルールでもよく使うギアだね。一足、対面強化の一足に、まあ一足積むんだったら、セットの安全靴 0.2。で、0.1 爆減は、まあ、つけたら最強。アーマー武器には必須かな。うん。ボムの爆風であんま剥がれなくなるんで。で、これはスペゾー。まあ、スペゾーは、俺は積んだ方が強いと思う。やっぱ、俺の立ち回りだと。俺は結構前世より一歩手前の中衛っぽい感じでクローズアップ使うから、ヤグラは。その点で、やっぱ生存するから、スペゾーでよりアーマーをたくさん回すって意味で、スペゾー。で、サブ性の 0.2。これはね、俺は他のルールではほぼつけないんだけど、ヤグラだけ。つけてます。これはね、とにかく、ヤグラはね、吸盤部分がめちゃくちゃ強くて、ヤグラにくっつける。で、それを防衛の時ね、サブ性能積んでると、安全な位置から、ヤグラに吸盤ボム投げれんのよ。これサブ性能ないと、敵にやられるかもしれない位置じゃないと、吸盤ボム、ヤグラに投げれなかったりするんで、これがあるだけでね、本当に、敵の、そのヤグラを進める遅延をかなりできる。本当に防衛しやすくなる。うん。で、スパターン 0.1 は、まあ、まあ、強さ分かると思うんだけど、まあ、0.1 つけるだけで、帰るのが早くなる。で、ここ、イカ速。いや、これイカ速はマジで必須だと思う、マジ。まあ、最低 0.2。俺はメイン1積んでるけど、まあ、イカ速積むと何強いかって、まあ、これは全部共通なんだけど、とにかく、生存率が上がる。まあ、詰める時とか対面でも強いんだけど、特に強いなって思ったのが、引く時のイカ速がめっちゃ強いなって思って、もう本当にやばいって思った時に、イカ速があるだけで、もう敵、ヒダメージを食らわずにこう、あれ、やられずにこう引けるっていう。うん、それはイカ速本当おすすめ。で、0.1 のスペゲンは、まあ、強さしてるともに、0.1 つけるだけで死んだ時全然、スペシャル減少量かなり減る。で、メイン性能 0.2。ザップのメイン性能は、塗り性能と、地上打ちでのランスが減る。まあ、0.2 積むと、まあ、俺の体感、まあ、10発中、6発しか当たんなかったのが、まあ、10発中7から8発当たるぐらいの感覚になる地上打ち。まあ、ザップはほとんど地上打ちしかしないので、かなり強いです。はい。ってことで。まあ、普段なら、一足1点に積んでんだけど、まあ、ヤグラはちょっと積みたいギアがたくさんあるので、その、いつもの 0.2 に減らして、まあ、サブ性能とか、メイン性能とか積んでます。はい。ってことで、この後は昨日のガチマッチの試合をどうぞ。もう今の使ってるスイッチがそろそろ寿命来そうだからさ、さすがに。なんかもう一台予備で持っててもいいかなと思ってる。予約しなくても買えるっしょ。え、もしかして予約しないと買えない？あのスイッチ。マジ予約しなきゃやばいやつ。もしかして予約しなきゃやばい？ちょっと、だったら俺、すぐ予約しないと。もう危ね。なんか一瞬敵の吸盤も見えなかった。いろんなダメージを食らっていく。よし。一旦打ち、一旦打ち。いやー、関門突破したかったけどごめん、突破できるか。いや、すなー。関門は突破できるかなと思って、やめる乗ってたけど、ダメだった。マジか、予約しないとか予約するか。てか、今から予約の間に合う7日予約開始だっけ？いい着地。ただ、敵はあんまついてるから、これはちょっと、敵丸見さんの量多くね？
やばいやばいやばい。いろいろやばんめんに。さあ、アーマーで攻めるのじゃ。アーマーで攻めたまえ。いや、うまい。それはうまい。ナイス。味方がナイスすぎた。ちょっと塗りやばくなってきたな。いや、こっち味方は普通にキルブキョルから俺塗りもうちょっと回っていいかもな。サブ性の力見せてけ。ちょっと塗り状況悪いね。とりあえず走れとんないとね、このステージは。すげえ建前にくいから。やべ、インク足んね。このギア、やっぱインク回復ちょっと欲しいかもな。まあ、マリか、それ。それ、一角か。頑張れ。やれる。やれねえか。いや、今のカーブ一角なんだな、あの距離。やられたわ。7日開始だから、まだやつ。予約するか。もう、ほぼなんか、顔、ほぼ確信だからな。しっかりカーブを入れていきたいと思います。なんかいる。さあ、これ一回。いや、マジかー、カーブ。ちょうどそこにおったか。カーブ厄介だな。ナイス。さあ、でもアーマーめっちゃ回転してるからいいぞ。こりゃ敵も多分かなり苦しいと思う。ただ丸見さんがちょっとめんどくさいかな、俺からしたら。いや、いい雨降らしだそれ。ただ結構いろいろ厄介すぎる。ひたすらアーマー回しまくって。OKOKOK。ヤグラ乗ってればね、丸みさん当たらないんで、動いてる人は。いや、こっち来そうで、ちょっと怖いな。OK、カーブだけや。ナイス炭酸。その炭酸ありがてえ。おっ、勝った。勝ってないわ。あ、危ねえ、1枚持ってった。だね、予約しないと買えなさそうだね、今見た感じだと、コメント。これ、アーマー入って終わりだな。相手、丸みさ打つタイミング、早いし。これ死なないでカモンして、はい、いやマジか、あとカモンだ。ナイス勝った。ナイスー、クローズアップ強え。あ、アスさんギフトありがとうございます。ユニタスさんもギフトありがとうございます。ダン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 。アーマー強、ほんとに。ヤグラでおすすめの武器。いや、クローズアップおすすめだよ、マジ。ヤグラにキューバーボム投げてるだけで、防衛ある程度できるから、ね。マジでおすすめ。これ多分左下から。え、来んのそれ。さすがにそれはね、ナイス。いや、ナイス。どん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 。いやー、まあ、かぶせちゃった。もったいないことした。
え、マジ当たってないよな。いや、これちょっと敵のヘイト稼ぐことしかできてないな。いやー、あんま剥がされちゃったけど、味方やってくれるこれは。いや、こういう時サブセル強いな。あそこの距離から高台に。あー、味方やっちゃうか。いやー、ナイスだ。いやー、無理か。いやー、もうあんまもっと、遠慮の影はよかった。ヤグラがやられちゃったな。うわ、今ので詰めれなかったの、もったいねえな。普通に第二関門コースだと思ったんだけど。いや、俺も死ぬかこれ。ちょっとまずいか。ナイスナイスナイス。ザップだけー。ザップ多分俺が相打ちだったかな。ちょっと早かったかな。やれねえかな。いや、味方やられちゃうな。左高押さえてるだけやっぱダメか。俺が右ってキルしないとダメっぽいな。9番最強。矢倉進めてえけどな。ちょっと、いやでも左高きつそうだけどね。俺左高、何で止められるんだ毎回。いや、左高なこれ見るべきは左高なんだけど。まあまあ2連で回して右から来るやつが立体が余って、さあ頑張れ。でも俺やけど持った方がいい。いやーマジか、抑えちゃった。いや、でもいいカウントや。関門突破したかったけど、十分十分。悪くない。悪くない。やべ。時間稼いでかつカウント進めてるが一番最高だな。クローズアップだけ。オールダウン。ナイス。あと足止めの9番ボムすれば。やべな。いや、これ無理しない方がいいな。身内だ。とにかく時間稼げて。ちょっと早かったかな。オッケーオッケーオッケー、ナイスーナイスー、すげえクローズアップマジで。ヤグラに9番引っ付けてるだけで勝てるわ。やっぱ若葉じゃなくても9回は吐けるもんな。千春さん、
怖い。なんかストラジンコ、ガチマッチのストラジンコ減った気するマジで。王冠めっちゃ簡単になった気するわ。前より。俺の感覚だけど、なんか前よりパワー上げやすくなってる気がする。ほんと。気のせいかな。なんか適当にやって、どうなんだろう。なんか強い人がガチもやんなくなったよね。これ着地終わりしっかり借りたいと思います。いやーごめんなさい、やれるかな。もう味方やられちゃう前に、いやーごめんね、味方を守りたかったけど守れなかった。結構俺、ね、さっき考えついたスーパーギアだから、これヤグラ、ヤグラ専用ね。ちなみにこれ他のルールよりヤグラが一番強い。多分左が一番強いのは分かってるんだけど、やめなさいって感じ。いや、アーマー剥がされんの早すぎて。いやーマジか、やれちゃった。下に打て。まあ、お城に打ちたいよね。だから俺打ったんよ。いやこれはちょっとこっち側でもいいな。上警戒しつつ、あーまあ溜めて影で見えてるんで。いやこのポイズンマジ邪魔。いやマジそれ、いやマジか、足場取られた、すまん。完投全然進まなかった。じゃあこれカバー、右のカバーしてあげたいな。味方強いな。でも攻めの時にキル発生しないんだからな、それが我の悩み。いやーこれどうしようかな。ナイスナイス、出て出て出て、入ってもいいのにな、俺乗るのに。まあまあ剥がれちゃった。まあちょっとずつ進んでるな。この塗り広げることによって敵攻めれない状況を作る。カウンターされない。ザッパこの維持の役目も、地攻撃に近い役割もできるから。待って、ノバいるな。やるし、これは。さすがに。いやー、ごめん、やれなかったか。ナイス。味方、ナイス。な、こういう試合、すげえクローズアップの強さ出るな。なんか、意地。いや、あの、ノバ人、うまいな。相手が単射程だからかな。前、誰かこの矢倉から登ってほしいんだよな。それをしてほしいけど、俺がやるべきか、マジで。いやー、やりねえ、うまいな。40だな。めちゃくそ塗ってる気する、この試合、マジで。いや、今の神エムすぎる。ガチで神エムだったよ。
ナイス。ナナさんにとって情熱スプラって何ですか？で、俺にとってスプラとは、なんだろうな、青春かな。めっちゃ臭いことしか思いつかなかった。通用マジクローズアップ。もう24歳だけどな。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたならチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているのでぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ、ナナトでした。また見てね、バイバイ。